どうも、ベイタです。パーソナリティーいきたいと思います。はい、本日は、アスレディス高校でサイドハーフ作っていきたいと思います。デッキの方は、立川、月吉、栗林、で、メッシ、桜庭、あっちゃん、この6人でいこうかなと思っております。で、バッチの方はね、風魔手裏剣持ち込んでおります。はい、アイテムの方は、バードルと音楽プレイヤー持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、とりあえずね、風魔手裏剣、まあ、スピード上限108でやっていくんですけども、現状は、まあ、これが一番最大値かなと。まあ、126でね、おそらく、まあ、テクニック上限キャラ、そして、テクニックのプラス4のバッジが来ます。それが来たら、まあ、そちらの方が高くはなると思うんですけども、現状、月押し入りの、月押し入りの風魔手裏剣が一番高くなると思われますので、まあ、しっかりとこれを完成させていきたいです。さあさあさあ、スピード。スピードをしっかりといきたいんだが、どうしよっかな。これ監督行ってきますね。監督。まあ、今回でサイドハーフということで監督の評価しっかりと上げて、領域金もらいたいですね。しっかりともらっておきましょう。で、これも監督でいいですね。監督。で、次メンタル編で行きましょう。はい、OK、監督。いいよ。で、月吉が終わってきまーす。で、ここでメンタル踏みますね。はい、OK です。さあ、こっから。さあ、こっからうまいことを済ませていきましょう。はい。で、まずは黄色以外を踏んでいきたい。で、青は絶対踏みたいので、まずは月吉から踏んでいきますね。臨床多い目でもらいたい。臨床多い目で今回ね、スピード108目指したいんでね、よろしくお願いします。技術より臨床です。まあ、欲しい時にね、くれないっていうのがあるんでね、まあ、しっかりと回収はしていきたいところなんですが、うまいこと回収させてほしいですね。はい。で、どっち？立川ですね。立川が来てくれた。まあいいよ。今回はね、後イベ、前イベ、33ということで、まあこれがね、最初の方に起こってくれてる方が、金徳、2金徳成功しやすくなりますので、大丈夫です。今回は大丈夫。まあでも、キーパーとか作るときはね、しっかりと、まあ先に、まあ金徳とか、進めてほしい。キーパーの場合は後イベが多いんでね、先に金徳を進めてほしいです。どうしようかな、こっちも踏みたいが、やっぱこれは技術でいいよな。テク行ってきます。はい、行きましょう。で、次、桜庭かあっちゃん、飲ませてほしいですね。はい、回復 OK。いいよ。どんどん回復していきます。で、あっちゃん、いいよ。体力回復。いいですね。で、次、踏んで、告白もさっさと呼んでいきたいところですね。で、これは、回復骨。だよね、確かね。はい。で、回復骨は潰しておこうかなと思います。潰しておきます。はい。はい、そして、月吉立川。桜庭どこにいる？桜庭。あー、どうしよっかな。どうしよっか。まあ、これにかけようか、桜庭。栗林来るな。栗林が来るな。桜庭来い。ナイス。オーケー。いいよ、桜庭。いいよ。その調子で来てください。で、4色一応揃いましたね。で、栗林もイベント進んでいった。やばいな。オフェンスもテクニックも上げないといけない。はい。では、とりあえずトーチいきますね。はい、絆トーチ。第一小国。これ、敏将だよね。敏将。ありがとう。まずは敏将。いいよ、テニス。ありがたいですね。まあ、これでスピード109。いや、108か108目指すことはできますね。はい、OK。まずは第一段階をクリアと。で、これはね、まずディフェンスですね。で、栗林。まあ、できれば立川か桜庭で来てほしいですね。立川か桜庭。あー、栗林で来てしまった。まあまあまあ。黄色はね、メッシ、栗林、2枠あるんで、ちょっとしんどいんですけどね。まあまあまあ、いいや。はい、桜庭。で、ハードワーク。はい、OK ですね。ここで、桜庭を踏んどくのありで。桜庭評価上がりすぎだな。ちょっとやばいな。桜庭評価上がりすぎ。まあ、これ、あっちゃん踏んでもいいんだが、あっちゃんはね、どうしよっかな。まあ、桜庭はもう失敗ということで、桜庭踏んどこうか。桜庭はまあ、2金とか無理ですね、これは。あ、これはラッキーだ。これはラッキー。OK。精神修行です。まあ、金メダルね。今の踏まなかった理由は、金メダルは後々、練習に来やすくなってます。あっちゃん一人入れてますと練習来やすくなってますので、まあ踏まなくていいかなと。そのとこに、あ、でもスパイラルタック来たら踏むよ。もちろんスパイラルタックが来たら踏むので、これは踏んでいきます。で、立川、月吉、両方で、どちらでもいい。どちらでもいいので、これはまあ踏んでおきます。で、どっち来る月吉、立川、どっち来る？まあどちらでもいいんだよな、本当に。成功率高いしね、立川も。はい、立川の方から来ました。まあでも普通のイベントでしたね。普通のイベントとか体力回復イベントでしたね。これで月吉かあっちゃん。お、月吉がいいとこいるじゃん。あっちゃんもいるとこいるけど、これは月吉ですね。監督いるしこっち踏んどきたい。そしてこれは回復しておこうか。回復踏んでいきたいところですね。
うん、ドリンク踏んで突き押し鍛え 6% でもね結構しんどい感じがするんで、まあ回復もらっていきましょうか。で桜はワンチャンね、やっぱり ドライブシュート、そしてゴーラーズハイもらいたいので、オフェンス上げれるだけ上げておきましょう。まあ、S までは厳しいけど A ちょいまではいけるんでね、上げておきます。はい、ではこれで回復していきましょうか。はい、ではこれ野球踏んできますね。月吉 OK、 これで4人揃った。うん、いいよ。あー、これは月吉は済ませてもよかった感じがするけどね。まあいい。で4色で持って月吉の、福井部の方かで怪我しにくさもらっていきましょう。でこれね、青以外、青以外、まあ青でも最悪いいけどさ、最悪いいけど、うん、赤か緑か黄色、キッシドショック、これ精神じゃなかったっけ。あ、これ技術だ、技術ですね。オッケーオッケー、技術なら OK。 しかも精神そこそこ稼げる技術なんで、まあありっちゃありですね。はい、そしてあっちゃんはもう評価上がってるので、多分そろそろ来るはず。そろそろ告白が来てくれる。なのでまあよしとしましょうか。福井目も終わったんでね、次のあっちゃんを、トーチ獲得しに行けば、うん、大丈夫だと思います。うん、次は、告白確率出ます。絶対来ますね。でこれなんですけども、月吉とあっちゃんなんだっけこれ。上が司令塔、下が爆発力。どっちでもいいな。まあ爆発力もらっとこうか。はい、爆発力もらっときます。はい、OK です。でスパイラルタック来てますね。来てるか。桜庭、まあ月吉、まあ桜庭の方優先かな。うん、こちらの方は優先ですね。まだ緑が来てませんので桜庭から踏んでいきましょう。はい、そしてオフェンス上げれましたね。上げれた、意外と上げれた。100まで。次でもこれ桜庭進みそう。あ、でももう一旦あるのか。いいや、桜庭イベント進んじゃってもいいよ。まあできればイベント進んでほしくないけどね。あ、イベント進まなかった、なかった。ラッキーですね、これラッキー。じゃあこれもドライブシュート、オフェンス100にしてから踏めるのはありがたいですね。はい、でテクニックいっといて OK ですね。でスピードも上げておきます。はい、 OK。 でこの後あっちゃん踏んできた。あ、立川でもいいよ、立川でもいい。で月吉は、あ、監督の評価上げたいけど、まあ上がってるんでね、ここは立川にしときます。はい、立川行きましょう。はい、立川ね、金徳進んでいきますね。立川の金徳はまあ進んでもね、多分こいつは成功してくれるはずなんで、スタミナ上げれば成功なんで大丈夫だと思いたい。で残り黄色、青、黄色、青、あっちゃんがいい。ここで告白呼んでおきたいところ、告白を呼んでいきたいところ。これは、うん、踏んでないのこっちですが、これはあっちゃんですね。あっちゃん行きましょう。いいよ。はい、OK。告白呼びましたね。で、これはね、青か黄色、どっちもらっていくって言われたらね、意外とね、青な気がするんだよな。うん、意外と、うん、敏将の方が欲しかったりするかもしれない。最大値的にはね、敏将なんで、まあ、敏将もらっていきたい。で、これ多分テクニックでね、いや、スピードでスパイラルタックが起こってるので、メッシ、いや、オフェンスか。栗林、あ、桜庭か。いや、桜庭ちょっと踏みたくねえな。これちょっと踏みたくないっすわ。これはちょっと踏みたくない。で、まあ、まあ、ここしかないね。うん、ここで立川来たら残念なんで、ここはもう月吉行っておきます。はい、月吉行きます。メッシ行くよりかは、まあ、月吉の方がいいでしょう。うん。はい、月吉行っておきますね。青行っておきますね。で、ここで筋力か精神、赤か緑がいいな。赤か緑にさせてくれると嬉しいです。はい、走り込み、いいですね。招き持ち込んでないけど、まあ、これは、うん、これでいい。で、一人でウェイ。まあ、しっかりとくれよ。桜庭くれよ。頼むぞ。で、ここで、緑はくる。え？なんだっけ？青はくるな。青はくるな。青は来てもいいけどさ。できれば赤か緑がいい。はい、来い。さあ、来い。で、聖火小国。これ、緑じゃなかったっけ？じゃあ、青か。ん？青だな。あー、まあ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 、いいや。まだいい、まだいい。青ならまだいい。うん。まだいい。まだ、臨床はね、108までは上げないといけないんで、まだいけるはず。まだいける。で、テクニックも上げときます。スピードも上げときます。はい、これでいいでしょう。で、筋力欲しいんだよな。あ、これ、ありがたいな。手に、卓球ありがたいんだが、ありがたいんだけども、どうしよっか。メッシ、月吉進めていくか。まあ、桜庭は行きたくね。いや、でも桜庭な、緑な。あれなんだよ、精神行きたいんだよな。精神な。まあ、これで少しは稼げてんすね。でも、微妙だな。これは桜庭だな。精神欲しい。ね、桜庭はもうドライブシュート終わっちゃっていいんで。行っておきます。はい。
ドライブシュートです。さあ成功しろ。あまあドライブシュート成功してほしいんだよな。じゃあドライブシュートでゴーラーズハイか。はい、ゴラハイ失敗。マジか。ゴラハイ失敗しちゃうか。それで失敗しちゃうか。ちょっと辛いな。で、ここで月吉桜庭か。まあ、これは踏んじゃっていいよな。月吉来るっしょ。さすがに月吉来ると思いたい。さすがに月吉が来ると思う。てか、オフェンス役で失敗か。ちょっと痛いな。はい、では卓球いきます。はい。で、スパイラルタック3回目だっけ ?3 回目ね、OK。で、月吉が動いていきます。で、怪我しにくさのコツいただきます。はい、OK です。いいですね、青色で、スパイラルタック。あー、栗林がいい。栗林にしてくれ、栗林がいい。あー、違う、桜庭か。いや、これ両方踏みたくねえな。両方踏みたくない。これ踏みたくねえな。これは踏みたくねえだろう。まあ、スパイラルタック来てるんで、これはね、こっちにしておきます。監督の評価上げて、立川が来てほしい。立川来い。うん、OK。赤ですね。いよいよ。悪くない。で、ここで、テクニック誰もいない。ちょっと辛い。で、あっちゃん踏みたいが、あっちゃんいけない。じゃあ、これはここですね。栗林いきましょう。はい、栗林いきます。で、4色揃えました。はい、OK です。金属ちょっと進んでないの怖いけどね。まあ、最後の方に進んでくれた方が多分成功率は高いはずなので、OK です。はい、ネッシー。このままじゃダメだ。まあ、技術ね、しっかりと稼いでいきましょう。ここから。で、6630。さあさあさあ。さあさあさあ、頼むぞ。健康に過ごしたいで言っておきますね。はい、OK。で、ここは、絆コマンドで、まあ、14か。まあ、ぼちぼち来てる感じはする。踏んじゃってもいいけどね。まだいけるはず。はい、では行きまーす。では、ちょっとテクニック振っとこうか。テクニック振っときまーす。テクニックスピード振っときますね。はい、ではこれでいきたいと思います。絆コマンドいきましょう。ちょっと赤。本当に筋力か精神。戦時将軍、これ精神じゃなかったっけ。あ、筋力だ。ラッキー、いいですね。もうこれ筋力金メダル入ってくれたんで OK。 いいよ、ウェイトトレーニングか。まあ、筋力肩になりそうだが、まあいいよ。で、栗林が来ております。栗林が来てる。これね、踏んじゃおっか。そんなにこれ踏みたくない。ここら辺踏みたい感じはするんだが、まあ栗林しておきます。うん、はい、OK。スパイラルタック4回目ね。いいよ。スパイラルタックの回数は結構いってる感じはする。で、栗林のイベントが進んでいかない。まあいいけどさ、いいけど。はい、で、あっちゃんの夏祭り全回復ですね。で、ここでテクニック100にしておきましょう。テクニック100にしておく。で、パワーも上げる。精神欲しいな、本当に。次はね、できれば精神、桜庭を踏んでいきたい。桜庭、いやー、そっち立川か。いやー、これならね、まあ、ここですね。はい、立川来よう。栗林じゃねえぞ、立川だぞ。はい、パスで、 OK。 赤、いいよ。筋力ね、ナイスです。で、あっちゃんのデート行けてませんので、あっちゃんのデート行きたいな。で、栗林が残り1回ですね。あっちゃんのデート行きたい。あっちゃん、あ、立川、あー、違うね。どうしよっか。これ行ってもいいんだけどな。勝負する？でも桜庭はさすがに来ないと思うんだ。もう桜庭のイベント全部終わってるので、これはもう月吉でいい感じがするんだよな。月吉行きます。月吉行きましょう。で、次桜庭踏みたいかな。フィジカルで桜庭とか来てくれると最高だけどな。はい。で、栗林終わっていく。ラストパスまでください。おい、ラストパスまでくれよ。マジか。2金とかもらえず。で、スパイラルタック。あー、どうしよっかな。まあ、こっちだよね。あ、あっちゃんか。あっちゃんのデート行ってないんだよな。これはね、ちょっとスパイラルタックスルーします。スルーしてあっちゃんのデート行きましょう。デート行かないとそろそろまずい。しかも精密機械も取りたいしね、今回。今回は精密機械を取りたい。で、A アイドルを見る。展開力もらいます。はい、OK。で、栗林が進んでいく。はい、OK ですね。で、スパイラルタックか。これ踏もうか。踏んじゃってもいいな。で、次のターンね、テクニック来てほしい。テクニック3人いるんで、誰か来てくれれば、ここでまたスパイラルタック踏んでね、ウェイトトレーニング行きたいんで、できればテクニック行かせてほしいところですね。はい、で、スタミナもちょっと振ろうか。振っといて、精神でも結構使うからね、そんなに振りたくないんだよな。はい、ではこれ、オフェンスいきます。で、次のターン、テクニックに誰か来てくれ。タックできてくれ。来た、タックできた。え、そっち？そっち？
そっちか。じゃあこれ踏まねえわ。いやでもスピードは踏みたいんだよな。スピードは踏みたい感じはするんだよな。スパイラルタック行きたいが、どうしようか。いや、いや、どうしよう。次スピード、まあ次スピードでワンチャン突き押しとメッシュありえるから、もう一回これスパイラルタック踏もうか。はい、では行きます。スパイラルタック、はい、行ってきます。いいよ、行っとくよ、行っとく行っとく。でスパイラルタック来ました。 OK、 いいよ。で、筋力か、筋力もういらなくなる流れが来たか。 OK、OK、それは OK。 いいよ、これ踏んじゃうよ。ここまで踏みます。ここまで踏んで次、うん、読んでいきます。はい、OK。 で、ウェイトトレーニング終わりで、7回目ね、スパイラルタックは踏めてる。スパイラルタックはしっかりと踏めてるよ。で、ここで、絆コマンドでいっときます。あ、やってもた。あ、いけるか、まだいける。まだ金徳は足りるね。 OK、 テクニー小国、これ臨床だよね。臨床なんだよな、臨床なんだよな。まだ、うん、マジックパスには足りるからまだいいよ。で、残り3個、残り3個で精密機械。お、いいね。これは終わらせよう。今回で終わらせる。誰かオフェンスにてくれ。オフェンス、オフェンスいない。でもこれはオフェンス踏みます。オフェンス踏んじゃいましょう。これは踏んだ方がいい、絶対踏んだ方がいい。うん、いい流れが来ましたね。いい流れが来てくれた。じゃあスタミナ90までは行こっか。スタミナ90までは行く。はい、で、これはオフェンス踏んでいきます。オフェンス踏んでいきましょう。オフェンスいきます。射的ね。はい、 OK。 で、メッシが残り1回、まあしっかりとドライブシュートをもらい、ドリブルキングもらいたいところですね。で、これはね、これはね、あっちゃん行きたい。あっちゃんかメッシ、あっちゃんかメッシ、あっちゃんかメッシだよね、これ。うん、まあデートこなすっていう、まあこっちでもいいんですけどね。これはあっちゃん、あっちゃん行きたい。あっちゃん来い。ナイス、オッケー、オッケー、オッケー。あとあっちゃん3回デートね。うん、オッケー、オッケー。終わる。これであっちゃん終わりそうな流れは来た。で、これはまあ伝突のためにもらっておきますね。はい、で、スパイラルタック来ましたね。いい感じのものが来てくれました。 OK、 いいよ。で、次これ踏めばいいだけ。ディフェンスに誰か来てほしいな。はい、ではこれいって、まあ、テクニック上限2ぐらい上げれそうだね。はい、ではこれでいきましょうか。はい、ではオフェンスいきます。いいですね。これちょっと精神稼げれるのはありがたいですね。うん、オフェンスタックはね、精神ちょっと乗ってくれるんでね、助かります。はい、立川終わっていく。まあ、これはね、怪我しにくさのコツいただきます。そして爆弾も取れました。 OK です。スパイラルタックこの時点で8回かな、8回だっけ。うん、結構いけてる、結構いけてるので、経験点的には 12,882 といい感じには来ております。で、精密機械もね、もう取れるの確定しておりますので、いい感じですね。で、これはもう、いやー、メンタル行きたくねえな、メンタル行きたくねえ、メンタル行きたくねえが、これはあっちゃんだな。オフェンス行っておきましょう。で、次もオフェンスです。次もオフェンス行きます。うん、あっちゃん行きます。え、待てよ、オフェンス行って、で、待てよ、4週間だから、1、2、3、待てよ、次オフェンスかメンタルに誰かうまいこと来ないと、オフェンスかテクか、オフェンスかテクに誰かうまいこと来ないと、これ金メダル逃しちゃうかもしれない。いや、オフェンスに来てもらわないといけないのか。次オフェンスに誰か来い。オフェンスに誰か来ないと金、パス、マジックパス逃しちゃうんで、マジックパス逃すのは嫌だ。マジックパス逃すのは嫌だぞ。頼むぞ。マジックパス。オフェンスに誰か来い。そしてドリブルキングは成功してくれ。テクニック上げたぞ。すごい上げたぞ。オフェンス、来てくれない。来てくれない。あ、突き押し来てるか。突き押し来てるので、これはもう、オフェンス行ってしまいます。オフェンス行って次スピード踏みます。いや、オフェンス行って次スピード、確定で踏んで、その次、古代に行けばマジックパスゲットですね。はい、では突き押していきましょう。 OK、 で、走り込みでもらいました。で、ここで、突き押しが終わっていく。はい、スパイラルタックは無視します。これは無視ですね。こっちですね。スピード行って、精密機械もらいます。精密機械もらいましょう。はい、では行きます。スピード行きましょう。で、次古代に行きますね。古代に行きます。で、ギリギリ間に合いましたということで、マジックパスももらえます。で、月吉残り1回です。月吉、立川も終わってないんじゃないかな。立川も終わってない。まあ、しっかりと終わらせてほしい。これはね、スルーです。これはスルーしないといけない。これは絆コマンド行って、金メダルを獲得しないといけないので、ここで金メダルの列、うまいことね、来てほしい。うまいこと金、あ、これ精神だっけ、なんだっけ。あ、敏捷か、敏捷か、まあ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 、スピード108に向かってはいいんだけどね。いいんだけども、ちょっと違う感じはするよね。はい。まあでも精神758あるんで、まあまあまあいけてる感じはするね。うん。
はい、まあまあまあいいでしょう、まあいいでしょう。はい、そして金メダルがうまいこと固まってくれてはいるね。うん、こっから頑張ってほしいところで、栗林ふみ、桜庭、あっちゃん踏みたい、あっちゃん踏みたいが、あっちゃんいない、あっちゃんいないので、ここはデートでもいいな。うん、正直デートでもいいと思う。9876、うん、デート行こっか。これはもう安牌でデート行っておきましょう。これはデート行きます。もう直踏みしておきます。はい、 OK ですね。はい、あっちゃんで、次、あー、テクニック来なかったか。誰も来なかったか。それちょっと辛いな。で、これはさすがに練習していきたいところなんだが、立川のイベント終わってないんですよね。立川のイベント終わってませんので、立川のイベント終わらせていこうか。あとイベの方は、メッシと栗林終わってますんで、これはうん、立川踏んでいきます。立川のイベント終わらせていきます。はい、優先者ゲットですね。おっと、そっち来た、そっちが来ちゃった、そっちが来ちゃったか。ちょっと辛いな。じゃあ月吉踏もうか。次、まあスピードに月吉が来てくれると、あ、立川来ましたね。あと1回月吉が、あーっと、タックがここに来てない、ここに来なかったか。マジか。じゃあこれあっちゃん踏むよ。あっちゃん踏んでいきます。はい、デート起こしましょう。あ、いいですね。ラブパーで回復で最後のレジスターもらえます。さあ、二金徳レジスター来い。ナイス、レジスターゲットです。レジスターもらえました。で、ここでイベント起こらない、イベント起こらないで、桜庭メッシで月吉立川ね。これはね、ここを一番踏みたいんですよ。経験点的にはここを踏みたいんですけど、ちょっと月吉のイベントを終わらせないといけない。月吉残り1回あるので、このイベントを終わらせていこう、月吉を。まあそれが多分マストだと思う。うん、まあテクニックもね、まあ最大上限あと1なんで、まあ上がるとは思うんですよね、この後ね。なのでここはもう民衆を稼ぐということで、ここ行きたいと思います。スピード行きましょう。はい、月吉イベント終わらせてください。これでイベント終わるよね。で、スパイラルタック、あと1回だとね。OK、リンクマンも成功しそうだ。で、次、立川踏みたいんだけどな。立川踏んじゃうとね、ちょっと次、金メダルがしんどいんでね。とりあえず次、スパイラルタックで何か踏みたいところですね。はい。で、月吉終了。で、両利きゲット。いいですね。で、サクッとピンチャンいきます。で、これはね、もうスピード上げちゃいます。スピード107まで上げちゃいます。この調子でいけそうですね。で、まあ、この辺も取っといていいよな。取っといていいと思う。うん。で、トリックスター取りたい感じはするな。まあ、いっか。まあ、こっち先取る？先取っちゃおっか。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。無事終わっております。OK ですね。2-1 です。はい。そして、こっからスパイラルタックあと1回踏みたいんだよな。あと1回ここで踏ませてもらって、スピード。まあ、立川来てもいいかなってもう感じだね、もうこれ。金徳進んでくればそれでいいよ。でもデートも行きたいんだよな。デート終わったわ。デート終わったからこれ行けばいいんだよな。これとりあえず行きます。いい感じに来てくれた。立川でいいよ。もう立川でいい。まあでもメッシでもいいけど立川でもいいよ。どちらでもいい。さあ、どっちが来る。で、スパイラルタックでリンクマンゲット。膝爆。怖いな。で、立川来てくれた。それ、これで終了ですね。重戦車ゲットです。これは終了。OK。いいよ。で、ここで終わらせていく。で、ここで、まあでかいタックが来てくれてませんので、これは絆コマンドでいいと思う。うん。で、呼び込もう。でかいタックを呼び込みたい。で、ここで重戦車まで取っちゃう。ね、シュート力も取っちゃっていいかな。で、あとはね、技術系、まあ、あるけど、まあまあ、いける感じはする。うん。で、レジスター、そうだな、もう一回、ちょっと技術のでかいタックが欲しいですね。技術系のでかい、まあ、オフェンスでもいいけど、ちょっとでかいタックが欲しいところではあります。はい、ではここで、まあ、体力回復あるんで、ここで絆コマンド、さあ、まあ、ここはね、金メダル来なくてもいい。来なくてもいいけど、次のメダルね、うまいこといいところにはまってくれると嬉しい。オフェンスにいいのが来てくれると嬉しいな。あ、成功した。これ、最後の方に行くにつれてね、いいメダルが来るイメージがあるんですよね。うん、これ、筋力。いやー、来なかった。最後来なかったか。いいタックが来てくれませんでしたね。ちょっと残念だな。まあでも、ここで敏将稼ぐのはありだね。うん。一応金メダルなんで。ここで敏将稼いでおきましょうか。ちょっとね、ここに固まったな。まあ、あっちゃん一人じゃこうなっちゃうのがちょっと辛いんだよね。まあいいや。まあいいよ。これは別にいい。まだ想定内。技術をもうちょっと稼ぎたい感じはありますが、レジスターと、あと、精密機械でしょ？まあ取れる。で、それ以外も技術ちょっと振りたいから、もうちょっと技術稼ぎたいな。はい、ではテクニックいきまーす。はい。で、テクニックタック、オフェンスタックいっぱい来よっか、ここから。で、マジパーが来ました。マジパーを潰しておきましょう。はい。で、持って、いやー、技術が欲しいんだ。
技術が欲しい、技術が欲しい。はい、でもってドリンクはもう使い切っておきましょう、使い切っておきます。でここで、テクニックタック49です。あー、これはテクニックで。メッシ何くれる、何くれる、何くれるんだ。はい、決定力いいでしょう。でサクッとピンチャンいっておきます。で満点取りたいところですね。はい、ではいきましょう。はい、終わりました。ちょっと満点は取れませんでしたが、一応勝てましたね。はい、では続き。で技術を稼いでいきたい。テクニックタックでかいの、テクニックタック。まあそっち、そっちか。まあどうしようかなというところでございますが、どうしようか、どうしようかな。これサイドハーフだからね、この辺もしっかりともらっておきたいんだよな。そうだよね。で精神、まあね、あとレジスタと、あ、精神はねちょっと置いときたい。一心伝心があるからレジスタだけか。技術もいけるね。まあまあ欲しいものはあるけど、まあ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 いいや、まあいいでしょう。でそうだな、あ、リンクマンか、リンクマンもあんのか。まあいいや、このまま行こう、このまま行きます。はい、このまま行きます。行きましょう。で、テクニック、テクニック、テクニック踏んでいく。はい、OK。はい、ではここサクッとピンちゃんいきますね。行きましょう。はい、終わりました。全国制覇です。残念ながらね、うん、点は取れなかった。まあでもリンクマンとかは取れると思う。レジスタも取れると思う。ギリギリね。はい。で、あっちゃんで経験点もらって、うん、これで終了ですね。さあ、これで経験点いくらぐらい出ただろう。まあ、スパイラルアタック10回踏んだんだけどね。2754ということで、振ってまいります。少々お待ちください。はい、振ってまいりました。まあ、振ってきたけどね、もうちょっと技術精神が欲しいかなって感じだな。この辺取れなかったんでね、それがちょっと痛いとは思います。さあ、どれぐらいいった？金徳はず、ね、まあ取れたし、うん。まあまあ、スピード108、テクニック106は完成することができました。まあ、US9 か。やっぱり、もうちょっと経験点出さないと厳しいか。まあでも2万ちょいで、まあ USQ のあと3メモリぐらいで USS ということで、まあまあまあ、うん、伸びると思います。まだまだ伸びるとこいっぱいあるんでね、うん、今度から伸ばしていきたいと思います。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。